おはようございます。現在時刻はですね、今日ちょっと、やばい。現在時刻はですね、7時22分です。はい。じゃあちょっと今からね、ルーさんにね、会いに行こうと思います。いや、超眠い、本当にもう、やばい。はい、どうも皆さん、こんにちは。TI クランのプライスと申します。今回の動画なんですけども、実写動画ということで、ルーさんとね、京都デート行ってきました。デートっていうより、途中アシットさんが参加してきて、3人で八坂というね、パークハイアット京都にある鉄板焼きのお店に行ったんですけども、ここがめちゃくちゃ美味しくて、で、あとね、京都に僕中学3年生の修学旅行以来7年ぶりに行ったんですね。だからね、まあ、この様子とかをね、 Vlog にしながら、皆様にお送りしていこうと思います。ここでミルダムの配信したら終わりっす、俺ら。マジで終わりやろ。ここでミルダムの配信したら終わりっす。いろいろと野球ファン。いや、もう多分帰ってこないっすよ。もうアカウント返ってこない。100円すらない。100円すらない。いや、ここでルースさんに100円を渡すってことは。あ、体勢になるっすね、これ。やば、やば、これえぐいっすよ。多分、いや、じわるんだけど、マジで。早くね、なんかルースさん早くね。やばいって。よし、でかくなった。え、ちょ、これ踏み潰せるし。ああマジで違うんだけど、あれ。あ、でかくなるの。オッケー。いけるいけるいける。よしよしよし、オッケー。相打ちだ、相打ち。何それ。邪魔になっとるって。いけ。よしオッケー。勝ったよし。いや、待って、俺マジでおかしい。プロフィールなんかおかしい。フェンネルの人みたいになってる。マジで。がっつり都会だとちょっと厳しいっすもんね。いや、でも7年ぶりだからちょっと新鮮まである。もういやー、すっげえな、これ。どっね、待って、迷う。あ、これだ。鉄板焼きブーいや、マジで絶対こんなうまいし、なんか香りが違くないですか。分からん。エレベーター香りは分からん。いいよ、これ。え、やばいって。えぐいって。こんなとこで食える。画質悪っ。いや。え、待って、ちょっと。画質悪いわ。やっぱ一眼っすね。ここのホテルから出ないっすよ、敷地から。ルーさんにお気持ちを聞きましょうか。どうですか。撮ってる今。撮ってるっす。この景色で、いやこの景色で美味しいもの食べれるってことは、やっぱ
至高よね。やばいっすすごい。これは、いやいいっすね。いいっすね。いやそれぞれのパークハイアットごとにコンセプト決まってそう。東京もビルやったの完全に。そうっす。そう、3階、ビル3、5階になってね。そうっすよね。京都はちょっと低めのね、やっぱり。いや、でもこれでこう…いや、背景的にやっぱ東京より京都が絶対いいと思う。間違いない。さすがに、新宿より。いや、負けるやろ、ここは。いや、最高だなんだほら、お客さんで映えだよ、ね、やばいっす、ほんとにすぐいやー、アシトさんどうでした？美味しかったです、やばっす、楽しかったルーさん美味しかったな、ほんまにもう、レベチしたよね、ほんとに普通に考えて、もう、食べ物どうこうよりもまず飲み物で、もうあれ、これちょっとちゃうやつやみたいな、うん、そうっすね普通に牛牛と同じ値段びっくりするんだこれ。いやだって三人ですよ。三人で。牛牛八人で。一人一万五千。いやー感謝感謝。自宅紹介ってさ今から薄ついてさ回していいですか。じゃあ自宅に暖炉構えたんですよね最近つって。やっぱりちょっと引っ越し先東京に引っ越したんですけど。え？ウイスキー。うわ出た。んこれ12年ものじゃない12年白州18降りてるいや、えぐ自撮り引っ越しましたよね引っ越しました言うてこれやっとんねん引っ越し引っ越しました暗いな、ちょっと TI ルート段取ってるよね違っていいよねそれは面白すぎるいやーもうなんかこのなんかもうすごいもん何これやばくないっすっつって自体がもうおかしいなと思ったこの辺でちょっとこれちゃうなってなったもんすごいっすよ、ね、だってここ下ったところぐらいがなんか赤ちょうちんとかが多かったんやん、うん、こんなんかなってイメージしとって、うん、であれ遡っていくと思ってでも足戸さんにちゃんと住所送った時最後パークハイやって4階って書いてあったからねそうそうそう、うん、うんちゃんのあのお兄ちゃんがいやーちょっとこう静かなとこでねなんかでもすっごいいいとこですよあそうなんですかそうなんですか普通にだから喋っててさはいはい、落ち着いたところでなんかもうめちゃくちゃいいところですよあ言ってたやんそうなんですかあれちゃうくねお疲れでしたじゃあまたはいビデオホームビデオ的な感じですかシャクタリン品間違いなくじゃあねお気をつけてお疲れです、はい、じゃあ僕はホテルに戻るとします、はい、またあれやろみんな帰って一言目が編集しなきゃーやでよなもういやーもうちょっと現実に戻りたくないです正直お疲れですじゃあまたはいお疲れです、はい、気をつけてねお疲れです